この原稿を書いている時間から数時間後にはパイオニアとモダンの緊急禁止改定が発表される予定なのですが、それまでの間に短い尺の動画を1本投稿させていただこうと思います。内容は昨日12月4日に投稿した黒のエンチャント除去についてお話しする動画で、多くの方からコメントでご指摘をいただいた件について補足するものとさせていただきます。前回の動画内で5色それぞれの色がどのタイプのパーマネントを除去できるかについて私がまとめた表を掲載させていただきました。この表では白が土地を破壊できるかどうかについて×つまりできないと記載していましたが、コメント欄でハルマゲドンなどがあるので白は土地を除去できる色ではないのかという指摘を複数いただきました。おっしゃる通り、白はハルマゲドン、天秤、カタストロフィなど強力かつ有名な土地破壊カードを多数要する色であるため、白は土地破壊が得意な色という印象を抱いている方は非常に多いと思います。私も以前はそうだと思っていました。しかしながらウィザーズが公開している5色それぞれの色の役割についてマーク・ローズウォーターさんが解説しているメカニズム的カラー解という記事において白の色の役割の項目を見てみると、白は土地破壊という役割については記載がありません。つまりできない色であると定義されています。ちなみに他の色はどうかというと、赤は土地破壊に関して1色つまり一番得意な色、黒と緑は土地破壊に関して3色つまりできなくはないけど苦手な色と定義されているようです。とはいえ先ほど申し上げたハルマゲドン、天秤、カタストロフィなど白の土地破壊カードが MTG の初期には頻繁に印刷されていたのは確かです。しかしそれもおよそ2003年頃までの話で、2003年以降つまりモダンで使えるカードプール以降のセットでは白単色で土地が除去できるカードというのはそれまでが嘘のようにほとんど印刷されなくなっています。意図的に色の役割を崩して作られた2006年の時の螺旋ブロックだけは例外的に白の土地破壊カードが多数収録されていますが、時の螺旋ブロックに関しては例外中の例外でしょう。そんなわけで2003年以降は白単色で土地破壊ができるカードはほとんどなく、あったとしてもカードタイプを問わずにパーマネントを除去できる能力として土地破壊もできるというものばかりで、ハルマゲドンのような土地を狙い撃ちして除去するようなカードはほとんど出ていません。さらに言えばハルマゲドンをはじめとする白単色の土地破壊カードが印刷されまくっていた MTG 初期でさえも、黒や赤や緑がやっているような対象を指定して土地を割るようなカードは白にはほとんど存在しないので、対象を指定して土地を除去するというのは MTG 誕生以来一貫して白の役割ではないとみなされているようです。実際に2019年のモダンホライゾンにて対象を指定して土地を割れる過大な贈り物というカードが登場した際には、これは色の役割違反ではないのかという声が MTG 界隈の一部で上がり、マーク・ローズウォーターさんは自身のブログブロゲイトグで対象を取って土地を割るのは色の役割違反ではというファンの質問に対し長文を書いた末に、これは白の役割として適正だといった結論を導いていますが、正直対象を取って土地を割るのは白の役割違反ではという質問に対しての回答の論点がずれていますし、ちょっと苦しい回答だなと感じざるを得ません。いろいろと話してきましたが、以上の事柄からハルマゲドン、天秤という2枚の偉大なカードの存在に目を曇らされそうになりますが、白は決して土地破壊が得意でなく、むしろ苦手とする色であるというのが MTG における白の現状であるようです。そしてもう一つ、白が土地破壊を苦手とすることについてはもう一つだけ話しておきたいことがあります。白はほぼ全てのタイプのパーマネントに対処できますが、土地には対処できないというのが唯一の弱点でした。しかしここ最近の MTG のカードデザインの傾向として、土地を破壊できるカードそのものが楽しくないゲーム体験を生み出すとして大きく数を減らされており、印刷されたとしても使い勝手の良くないものとして印刷されることがほとんどです。このためかつては土地への対処ができた色である青、黒、赤、緑が土地に触れなくなった一方で、白については以前から土地にはそんなに触れなかったのでノーダメージであり、相対的に白が完全無欠で最強の色に近づきつつあるというのが私が最近懸念していることです。反対に土地の除去ができることが強みの一つだった赤と緑に関してはより冷遇が進んでいるように感じますよね。ウィザーズやマーク・ローズウォーターさんはそのあたりどう考えているのでしょうね。一度聞いてみたいところです。皆様は白やその他の色の土地破壊について思い出や意見等ありますでしょうか。
コメント欄でお聞かせください。